はい、おったけんです。本日は企画を持ってきてもらったんですけど、何ですか？最近ハマってるもん。いやー、マスターブロ。いやブロ、最近ハマってるもんあるやん。なんやろ、ハマってるもん。漫画アニメだよ。はー、光の子とか。ボボボボボボボ。違う、アニメやけど。キューとフジャガとか。え、なんやろ、ハマってるやん最近二人で。何？鬼滅の刃。あー、なるほどね。キツネのタイツ。鬼滅は本当にってか、めちゃめちゃブームすごいっすよね。そもそも漫画書店に売ってないみたいな。僕もまあ集めたんですけど、全然見つからんかったもんね、探してた時とか。本当にこの店には5巻8巻11巻みたいな、なんかもう社会現象ぐらいブームになってるんですけど。それで今日やってもらいたいのが、鬼滅の刃だけで24時間生活。おー、なるほど。なるほどってつまり。え、なんなん？鬼滅の刃は24時間の生活？まあ、じゃあとりあえずちょっと着替えてもらおうかな。ん？着替えてもらいましょう。はぁ、え、すげえ炭治郎や。小芝居いいって。こちら、炭治郎の格好ですね。ちなみになんか、一番誰が好きとかある？俺は、でも炭治郎が好きかな。この話だけで1時間ぐらいできそうだから。だから柱でやる！俺が来た！てかね、歌ってみたの時の格好なんですよ。こちら、グレンゲをね、炭治郎と、前日、マイキ君がコスプレしてやったっていう。この時ぶりですね。すごくない？これ効率高いよね、普通に。いやいや、生きてるやん。で、これ何をしたいんですか？いや、まぁ24時間。鬼滅の刃でできた食べ物だけで生活してもらいます。なるほど。鬼滅24時間、この格好ってことかな？はい。でも楽しみやろ。まあね、まあ確かにちょっと好きなだけあって、まあ好きやからこそ、こうなんか、ワクワクはするけど。じゃあ早速、朝、おはようございますということで、1食目。え、これ好きなの作っていいってこと？実際漫画に出てきてるやつ。なるほど。じゃあちょっと読みつつ、何を作るか決めていきましょうか。それではやっていきましょう。ダキダキショー！いや、意外とね、覚えてるんよね。何食ってたかなっていうのが。この鬼滅の刃3巻の炭治郎と善逸が喋ってるシーン、炭治郎のおにぎりって言ってもう泣きながら食べてるんよね、おにぎりを。1食目朝飯やから、まあ軽いもんがいいなと思って炭治郎のおにぎりを作ろうかな。あともう一つなんかね、覚えてたんだって、16巻の実際に炭治郎握ってるんですよね、おにぎりを。炭焼き小屋の息子なんで、料理は火加減みたいな。みんながすごいこう炭治郎が握ってんのを褒めてるシーンがあって、ここでも出てきてますね。よし、じゃあもうこうおにぎり行くしかないよ。立ったら余計いいよね、こうしてる感じが。それではおにぎりを握っていきたいと思います。うわ、おにぎりとか握るの懐かしい。中学校の時とか部活行く時、なんか自分で握ってることもたまにあったからね。なんか三角がぽいやん、こんな感じ。いやでもたまに塩むすび食ったらめちゃめちゃうまいよな。え、わかる？あえて塩むすび買う。え、そうなんよ、あえてコンビニで塩むすび買うやつおるやんな、お前や。うん。いやでもそれわかる、すごい。なんかおかずと、それこそ揚げ物と塩むすびみたいなね。塩むすびうまいよな、コンビニの。うん。まあ塩むすびと言いつつ、ちょっと海苔も1枚ぐらいあってもいいんじゃない？はい、というわけで完成しました。炭治郎のおにぎり。韓国のゲームやけどな。それでは、いただきます。改めて塩むすびって食えへんからね。めちゃめちゃうまい。いや、この素朴な感じやっぱいいね。運動会分出すわ。うまっ。うん、あっという間にペロッといっちゃった。いや、マジ米大、米大やわ。ごちそうさまでした。ういお疲れーす。炭治郎編集してるっていう。おい、ゆきや。ん？何これ？ん？ゆき候補者。なんか、もやな。鬼？そうそう、昼飯の時間ですか？はい。じゃあ、昼飯は、どうしようかな。決めた？炭治郎がすごいフラフラしてて、次、山かけうどんくださいって言ってんねんな。あいよーみたいな。山かけうどん。作っていこうかなと思います。てか、サマー誰が書いたの？あ、これなんか今鬼滅の刃練習したらなんか動画撮ろうと思ってさ、うん、実際書いてみたっていう。バカうま、構えを変えたっていう。やば、昔から絵描く好きやったからね。それはもう絵上手い人の絵のタッチやん。ちょっといつか練習して皆さんに見せることができたら、色でも塗ってね。はい、じゃあだしにうどん入れていきます。僕山かけって言ったら結構そばの方を食うことが多いかな。とろろそば、山かけうどんはあんま食ったことないかも。そんなに。じゃあ今の間に山芋を吸っていきます。すごいガチやろ、鬼滅感あるやろ。山の芋、確かにこんな山芋初めて見たかも。なんかいつもこういう形のやつ。なんだこれ。え、何それ。いや分かんない。まあでもちょっとぽいよな、ぽくない。どうもチッス、山芋っす。うわ、めっめっちゃ土の匂いする。コンポスターの土味の100ミリビーズの土味の匂いする。最悪やん。すごいよ。え、なんで。おお、これ剥いていかなかんね、こうやって。じゃあ山芋吸っていきます。はい、
い、それでは完成しました。赤きうどんでございます。海苔、山芋、卵黄、ネギ、以上でございます。それではいただきます。じゃあほんまにこの山芋えげつないぐらいの粘りっ気あんねんけど、どっから見つけてきたあんな。うまっ。すごいとした。黄身を割りまして、黄身と山芋を混ぜての、うん、やっぱ山芋と卵ってめちゃめちゃ合うね。それではちょっとね、仕事があるんで外に出ました。こんな格好して炭治郎初の外出炭治郎の愛車炭治郎車に乗るの巻き今からね、とある、歌ってみたの撮影をするんで、ここまで出かけております。ちょっとここで小腹が空いたんで、おやつを食べようかなと思って。みんなが歌舞伎揚げ食べてるシーンあるんですよね。バリバリボリバリボリバリンボリンとか言って、歌舞伎揚げを食べていますって書いてるから、これをちょっとおやつ代わり食べていこうか。こちらですね。うわ、おばあちゃん家思い出すわ。ちっちゃいなこの歌舞伎揚げ。うまいうまい。じゃあ仕事に向かいましょう。ということで、まあ、ちょっと、まあ、時間があるんで、公園で歌舞伎揚げを食べてます。相変わらず。なんかさ、こちっちゃい頃よく来てた公園だけどさ、大きくなってきたらなんか公園小さく感じるね。結構めちゃめちゃでかいイメージある。てかちなみにこの後何の仕事なの。ああ、歌ってみたの撮影。ああ、何のナルトメドレえ、大丈夫。今回鬼滅のあれで行ってるやん、うん、コスプレ買えんねんけどいいんかな。食べ物じゃないから、まあ大丈夫。ギリセ食べ物は再現するから、今回じゃあ特別に。ああ、じゃあ行ってみて。というわけで本日はナルトメドレーの撮影をしてきたってばよ。お疲れ様だってばよ。お疲れ様だってばよ。いやもうまんまやん。そうなん。まんまおる。あ、そうなんや。俺もあんまりそこまでなんかナルトそこまで詳しくないけど、うん、確かサソリ、暁のサソリっていうキャラで結構しかも似てるしね。まあでもなんかちょっとかっこいいキャラやろ。あ、そうよ。そう、見せたやろ。うん、そう。これやん、俺コスプレで来てない。竹焼き賞がこれ上がってるんかな。もうどうなんでしょう。なんでしょう。楽しみ。上がってなかったら楽しみにしてて、もし上がってたら下から見てください。飛んで、まあなんかこうね、今までは普通にさ、うん、なんかいつものスタジオで撮ってたけどさ、こう新しい、初めてというこうおしゃれなスタジオとかに、まあなんかこう、いろんなね、新しいことに2020は挑戦していこうかなという感じでございます、ね、頑張りますよ、僕ら。そんな感じで、まあ、水面下でたくさんやってますからね、僕らそこらでやってるからな、もう2020年にベーンよ。ふらかさって出てるのマジ笑ったんやけどはい、というわけでお家に帰ってきたということで、飯を作っていきたいと思います。全員その格好してます。一番の推し。お前が推しって。ということで晩ご飯はこちら鬼滅の刃の4巻に出てきた天ぷら御膳を作っていきたいと思います。ちなみにアニメだと、14話ですね。あのアニメの方がより細かく描写されてるんですけども、まあ漫画だとバクバクバクって猪之助が食ってますね。夕飯は天ぷらにしましょうねって言ってホワホワしてますね。これをじゃあ作っていきたいと思います。ちなみに今回こちらを参考にさせてもらったんで、皆さんリンクで飛んでみてください。雷の呼吸一の方、霹靂一閃、霹靂一閃。じゃあ続いて同時進行で煮物も作っていきます。なんかちょっと星形っぽくしてたからさ、見たいねんけど今意味わからんかったんだ。彼女がなんかそういうさ、うん、創作というかさ、凝ってくれてたらなんかキュンってさ、ちょっと下手くそやってもいいってこと。いや、そう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 、可愛いやテトリスやもう今作りながらお腹めっちゃなったもんね今。はい、それでは続きまして天ぷら揚げていきましょう。えジュワーっていうのに期待してんけどな。はい、というわけで天ぷら御膳完成しました。わっ、って感じ。すごいうまそう。てかてん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 けん、てん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 、てかてん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 、てんてんけんてんけんてん。いやー、でもなんかこう煮物とかさ、すごいなんか繊細な味付けやんね。改めておかんとかおばあちゃんとかすげーなと思うわ。難しい。あー、美味しい。じゃあ天ぷらどんな感じなんやろ。自分で作ったからね。うん、ハクハク、いい音するわ。お、玉屋さんの猫。でもやっぱ今回和でしたね。改めてこう日本食をね堪能できたって感じかな。ミラノギリ、ミラノギリ、ふわふわ
ごちそうさまでした。美味しかったということで、最後にちょっと食後のデザートを食べたいなと思って、とある場所に行きたいと思います。それでは行ってきます。頑張れ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 。はい、というわけで本日おばあちゃん家にやってきまして。何あんだそれ、何やその格好あんた、何にしら、え、何それ、いけてる、いけてないわ、カグラ持ったらどういうことやね。いやいや、そんな感じで炭治郎、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 鬼滅の刃、ここにここも、え、鬼滅の刃、鬼滅の刃、鬼滅の刃じゃない、炭治郎、炭治郎、炭治郎じゃない、炭治郎、炭治郎、炭治郎じゃない、炭治郎、炭治郎、イエス。ということで、最後はおばあちゃん家にやってきました。なんか、いや、なんかこういうアニメのキャラがあってさ、あ、漫画そう、そう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 、24時間生活やってて、まあ、この格好でずっと生活して、でそれプラスその漫画に出てくるご飯を食べていってる。で最後ばあちゃんち行きたいところで、あ、ばあちゃんとこ最後、よし、久しぶりやからな、挨拶したいね。あ、いいよ、頑張れ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 。あんたがやもう。皆さんこんにちは、久しぶりです、たけやきのばあちゃんです。はい、皆さん元気でしたか。マスクしとってごめんなさいね。バカじゃなかった、もう恥がわかるのにも。この衣装どうやってやったあれでした。買った、アマゾンで。いいね、壊さすようなこと言わんといて。あ、ごめんごめんごめん。じゃあ最後に食べたいのはばあちゃんと、あの、これカステラ置いとくんでっていう。カステラ、うん、カステラを最後食べていきたいと思います。じゃあこちらの最後カステラを食べていきたいと思います。あ、じゃあこうやったらどうせやったら一個一個食おうや。まずミナモギにして。ミナモギ、ミナモギに、あ、できる、大丈夫、いや大丈夫だよ、親できるよ、もう慣れてるから。え、親できるの、もう、いやいや、まずパッとあかんで、もう買ってるなこれな、だんだんだからこれ、へい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 、久しぶりだと胸踊らせて、ひらくひくのラブレター、ラブレター、飲み物、飲み物、うん、何があるポカリンと、ポカリな、ポカリン、うん、ポカリンと、ポカリな、リンじゃない、うん、特にみたいに言わんといて、ばあちゃんはポカリンや、あ、そうなんや、うん、お茶でお願いします。いただきます。じゃあいただきます。うわ、ミナモギリ、え、うまっ、おいしい、うん、はい、いただきます。いただきます。ごめんなさいぐらいやな、何ヶ月ぶりぐらいやな、でも頭の中にはいつもみんなのことがある、いつも。でもこの前あれやん、ワンツー出たりね。あー、そやな、ええとこな、こういう方な、ほんまに、あれもほんまに、やっぱり一つの思い出やもんな。ということで、ごちそうさまでした。というかね、24時間生活、ごちそうさまでした。これが最後の食事です。あ、ほんと、わー、24時間もね、よう頑張ったね。というわけでね、まあすごく大好きで読んでるんで、今ちょうどなんかこう一日通して鬼滅のストーリーとか改めてね、こう読んでいって、あ、こんなも食ってたんやとか、こんな料理もしてたんやみたいな感じのね、こう新たな発見ができたかなと思います。それをね、実際に食べることができてすごく楽しかったです。はい、ありがとうございます。ばあちゃんもありがとう。神々やな。そこで今回の漫画ね、なんてタイトルやったっけ、さっきも言ったやん、今も言ってたし、覚えてる、ん、あ、なんやら言うかな、そう、最後これ言って終わろう。 うわ、何言うたんかな、何やら言うたかな、ターザンじゃなくて、ターザンじゃない、な何言うたかな、ちゃちゃやな。鬼滅の刃、刃、おー、よかった、合ってる、じゃあもう一回言って、鬼滅の刃、急にイントロでしょ、関西弁やな、刃。じゃあ僕の格好は、ターザンじゃなかったな、違う、ターザンさっきから何なんですか、いや全然、炭治郎、あ、せい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 、なんて、半次郎、違う、半次郎、まあでもそんなばあちゃんもね、うん、もっと柱やもんな、だから柱である俺が来た、私が来たというわけで久しぶりの、おばあちゃんでした、うん、ほんま、いや皆さん本当に皆さんにあえてこれ動画を通してたけど、ありがとうね、ほんま嬉しいよ、ばあちゃんはね、ほんま何ヶ月ぶりと思うけど、皆さん風邪ひけないようにね、気をつけてね、気をつけてくださいませ。はい、というわけでありがとうございました。ありがとうございます。いつも翔ちゃんの動画見ていただいて本当にありがとうね。ありがとうございます、本当に。なんてタイトルやった最後に、うん、なんてタイトルやった、タイトル、ターザンじゃないけど婆ちゃんほんまに昔からなんかカグラ舞うって言ってるやん、よく、うん、踊ってやん、箱をこうな、これはほんま言ったらな、センスやねん、これな、へー、あ、そもそもお前にまかに出たる、それがしは
とにかく人よし早さばやったどんじさらあいくらいあ、でんご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 ですこれかそうそうあ、でんごでんご最初めっちゃかっこよかった